皆さんこんにちは。メタクズです。今日はクシャホルスマナブムティアラのデッキ紹介をします。従来のホルスマナブムティアラにユニコーンを追加した形になっています。今の環境ユニコーンバースだけでもめちゃくちゃ強いのと、最悪ユニコーン誘発で勝てるような試合もあるためかなり強力なカードです。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご覧ください。さて、このクシャトリラユニコーンですがあらゆる場面で活躍してくれます。とにかく相手の EX デッキを削る能力とバースの墓地除外が今かなり強力です。当然初動ユニコーンはめちゃくちゃ強いですし、最悪ユニコーンゴミとかでもマスカレユニコーンバースまでいけます。手札がゴミまみれの場合は大体 G とかうららも持っているので、ユニコーンバース、リトルナイトを超えるのもなかなか難しいところです。バースを張っている場合毎ターンリソースになってくれるので、ティアラが抱えてた後続がない問題をティアクシャ蘇生で解決してくれます。このデッキはホルスも入っているため棺とホルスだけで、後続がかなり賄えるのが魅力です。今までユニコーンフェンリルの被りがかなり弱かったですが、この点もホルスによってある程度解消されています。ユニコーンからバースを拾った後ホルスでフェンリルを捨ててしまえば、バースによって蘇生できるためフェンリルを場に出すことができます。今回は EX デッキも一新し後手でもまくりに使える省エイを採用しています。ティアラが対象耐性や破壊耐性を超えるのが難しい点を解決してくれるカードです。相手ターンに省エイを起動するトリガーとしては、ティアクシャもありますがリトルナイトで起動することができます。先方の妨害力の補完としてスタペリアも採用しています。このカードはリンクリボーで避けられてしまうので評価が低かったんですが、ユニコーンの採用によりリンクリボーを吹っ飛ばしたり、バースで墓地のリンクリボーを消せるケースも生まれたため以前より使いやすくなりました。レベル8なので最悪開始でジアンデッドの素材にしたり、省エイを立てるのに使ったりできるのもいいポイントです。このデッキは先行でアストラウドを使うので墓地に祈祷を残しておけば、相手ターンに自然にルルカロススタペリアの2回融合を狙うことができます。それでは対戦の方を見ていきましょう。今回のリプレイですが展開紹介がメインなので後手のリプレイはなしです。過去動画のマナブムティアラとほぼ変わらないのでそちらをご覧ください。結末なので誘発投げたら即されや、下振れ盤面は即されみたいなのが多く取れませんでした。対戦よろしくお願いします。これは最強ハンドですね。イム席にうららを投げるしかないですがガンマがぶっ刺さるハンドです。増殖する G もこのタイミングで投げるとガンマを食らうんですが、イム席の1ドローでうららを引くことが結構あるので G を結構弾くことができます。相手が相当心が広いのか、相当手札が強いのかわかりませんが、この状況でサレンダーされないのはかなりレアなリプレイです。イム席でガンマ起動して初動がすでにあるときは、そのままジアンデッドに行かずにバロネスを作って展開していきます。今回はホルスもあるしティアラもあるしマナブムもあるしで、かなりやりたい放題な手札でしたね。こういう時マナブム側で出す 10S が必要になってくるので、ここで省エイを作るようにしていきます。カオスアンテニアエディルであれば先行盤面はもっと硬くできますが、後手まくりに使えるカードってなると一番は省エイかなと思います。ここまで引き放題動いてからやっとティアラの動きに入ります。省エイに関しては相手にデバフがかかるのも大きくて、リトルナイトを先に殴るハードルを上げてくれるのも大きいです。このグリーフは先打ちするともったいないので、チェイレインから動いていきます。バロネスでチェイレインを破壊してしまえば人に行けるので、先バロネスをした場合はチェイレインを積極的に出すといいです。今回はグリーフがあって融合が確定しているのと、デッキをかなり厚くしてから動いてるのもあるので、レイのハートで確定融合にせずにティアクシャで白雪を落としに行きます。張ったスクリームはフェルレイノで破壊することで罠を確定で拾っておきます。基本的にスクリーム1の構築はスクリームを張ってから割るように動きます。これでカレードを出しておくことで相手ターンにサリークで、カレードハートを飛ばすことで無効バウンススタペリアはルルカロスまで確定です。最後にマスカレとハーピを場に出してターンを返します。墓地にティアクシャがいるので他のカードを除去されたらハーピで、ティアクシャを回収して省エイの効果を振り手で使うことができます。マスカレを何かで除去された時に使えますね。相手は天に勇者っぽいデッキですかね。リトルナイトを出して省エイも起動するとカードを3枚除外できます。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回はユニコーン霊能を引いてるので G 受けもかなりいいハンドですね。音速でしぐれが飛んできました。珍しいですね。超重武者かなとかちょっと思っちゃいます。先にライフォビアを打つことでスケアクロを偽装をして、うららを打ってもらおうという魂胆です。しかし相手が持っていたのは G だったのでここは人で止まるしかないですね。バースもしぐれで拾えなかったのでちょっときついです。相手の手札が5枚なのでワンチャン G 通してなんとかなりそうですが、レスキューとかに G をもらった場合はかなりきつかったりします。レスキューは誘発が少なめな代わりに手数をガンガン叩きつけてくるのと、ルルカロスを立てれない場合エマージェンシーで罠を避けられてしまいます。相手がエマージェンシーを使うのを待っているとハイドラントに耐性がついて、そのままリトルナイト立てられて罠をケアされてしまうので相性がかなり悪いです。
今回はスネークアイでしたね。ユニコーンでリンクリボーを飛ばしたのでメタノイズをかなり通しやすくできました。ここでメタノイズから出す融合体ですが、次の相手の攻め手を考えます。一番考えられるのはディアベルスターです。つまりウルカロスよりもスタフェリアの方が優先度が高いです。現状こちらの墓地に炎と闇がいないので霊使いはケアできてます。現在砲を撃ってきたのでここはスタフェリアで止めていきます。これは余談ですが相手はポプでウララを貼り付ければフランベから動けてました。往復 G もらってるのでちょっとぐらいミスってもらってトントンということにします。ランク魔のリプレイを上げた時に対戦相手のプレイミスについて、結構コメントが来ますがこれについてはぶっちゃけどうしようもないです。ここユニコーン先殴りで効果を使っているのはガンマケアです。他で先に殴るとユニコーンにガンマもらっちゃいます。ユニコーンでじわじわ EX を飛ばしてるだけで相手の選択肢が狭まっていくので、かなり有利を取ることができます。そして墓地現在砲起動です。これについては特に止める必要がないので放置でいいですね。ポプルスは反落サーチの可能性があるのでスタフェリアで止めていきます。リンクリボー矢印リトルナイトがまくりとしては怖いですが飛ばしてるので大丈夫です。バースの除外効果ですがなるべく、エッセルが墓地に2枚いるような状況で使いたいところです。エッセルにはバロネスを当てて吹っ飛ばしていきます。これで相手の攻め手がかなり限られた状態になりましたね。今相手の墓地がエッセル、エクセル、ポプルスなので、バースで墓地を飛ばすには絶好のチャンスになっています。ここで全部吹っ飛ばして事実上罪の状態ですね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回はユニコーンとホルス両引きですね。ジアンデッドを起動するときにティアラミラーだと怖いですが、ユニコーンやペンリルから入ることで結構ケアができます。そもそもミラーであってもジアンデッドは打った側がかなり有利です。出てきたティアラモンスターはリトルナイトで吹っ飛ばせばいいだけなので、実際のところ何も気になりません。相手からガンマを拝借してクトカロスを立てていきます。このガンマはアムリターラの素材2頭に使えそうですね。ウララにビル踏んでかなりヤバいことになりました。リンゴにドローとキトカロスの5枚落ちに全部かかってます。キトカロスの落ちは弱かったですが、ハートビーツとサリークをつけたのでギリギリ動くことができます。ハートビーツで自分の棺を戻してサリークをしてることで、霊のハートをサーチして動いていきます。キトカロスの5枚落ちがかなり弱かった分引いたカードが強かったので、ギリギリなんとかなってくれましたね。トップが霊のヤリウムとかでも解決できてたので、G のにドローデックカードの受け自体は結構広かったです。アストラウドを出せる状態だったので2ビルを吹っ飛ばしながら、バロネスまで立てていっちゃいましょう。運要素が強かったとはいえ、ウララにビルをもらってこの盤面に行けるデッキもなかなか少ないと思います。相手はホルスですね。ちょっと厳しいですがバースを使うタイミング次第で止めきれそうです。架け橋からさらに動かれるとまずいのでここはバロネスを当てます。このタイミングで白雪でエムセテを裏にして、次の出撃道にバースを当ててホルスを吹っ飛ばします。相手がホルスを1枚過ぎしてたようなので、エムセテ以外がピン差しの構築ならこの時点で罪になります。2枚採用があれば 8X からまくられてたので危なかったです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回はかなりハンドが弱めです。一応棺からジアンデッド行けますが消費が荒い展開ですね。ガンマ起動したいから何か撃ってくれないかなと期待しながら、棺を使っていきます。ウサギとかもらえたら理想的でしたね。何もなかったのでそのままジアンデッドに行きますが、ここにガンマをもらってしまいます。実質霊の1枚初動展開になってしまうんですが、このデッキもちろん霊のハート1枚でも結構展開ができるようになっています。最低限の妨害は霊のハート1枚からある程度作れて、他に引いてるカードがあれば全部重ね打ちできるのがこのデッキの魅力です。マナブムギミックがもともとの攻撃力3勝だったらこのデッキは、もっと神になれたんですが強すぎる気もするので仕方ないですね。落ちたカードを拾いながら展開していきましょう。モンスターがある程度出力できるなら黒石からガンマなどを拾って、マナブムギミックへアクセスすることができます。たまに動画のコメントでミークが先落ちしたらギミックが腐ると言われますが、引いてる時はマナブムから先に入ればよく、落ちたらミークを蘇生すればいいだけです。マナブムとリロスウッタは素材指定が特にないので、リュームハートを必ず経由する必要もないため白雪ミークでも作れます。極端なことを言うとハウフにスーララで作って墓地に落ちてるガンマを拾って、アムリターラに行くことすらできます。実は匂いにこだわる必要もないです。バロネスと悩みましたがマスカレを作った方が妨害が伸びそうなので、マスカレで妨害を作ることにします。完全無効自体は強力ですがバロネス自体はホルスなどの、チェーンを組まない大型に簡単に組まれがちなのでマスカレの方が、単体の妨害性能の高さから優先かなと思います。ジアンデッドで相手のデッキが見えていてサイとか入ってそうなら、バロネスを優先的に立てた方が色々ケアが効くとは思います。理想を言えばフル展開で両方立てるのが理想ですね。相手はホルスです。マスカレを立てて結構正解でしたね。棺
次を2枚以上持ってないなら飛ばして墓地送りを止めることでギミック自体停止できます。とりあえずイムセテは裏にしてヒトカロスを出して後続を回収します。このヒトカロスはマスカレの素材に使っちゃってもいいです。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。クシャホルスマナブムティアラメンツでした。動画作成中に新リミの告知が来てエクセルなど、炎系のデッキに重い規制がかかったので、相対的にティアラメンツは立ち位置がかなり良くなったように感じます。レスキューエースに関しては影響が少ないので、診断が来るまではレスキューエース VS ホルス系のデッキのような、環境になるんじゃないかと予想しています。ティアラメンツ系に規制がなかったのはかなりホッとしました。それどころかアラメシアが3枚になったので別軸のデッキも組めそうです。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。